コーヒー、え、待った待った、コーヒー、かわいい、もしかしてクラウド、お化粧してる、その格好、感想はいらない、他に方法がなかった。こんにちはティファ。こんにちは、一緒にティファを助けに来たの。ありがとう。話は後だ、今すぐ出るぞ。え、ここは危険だ。ダメ、まだ目的を果たしてない。え、あのね、クラウドと別れた後七番街に戻ったら怪しい男たちがいて、気になって調べたらコルネオの手先だったわけか。うん、アバランチのことを探ってたみたい。でもそれ以上はつかめなくて、だから直接コルネオに聞こうと。無茶だ。オーディションに通りさえすればコルネオと二人きりになれるから行けると思ったんだけど、候補者は三人いるんだって。つまりその中から選ばれないとこの計画も失敗。それなら心配ないよ、残りの二人って私たちだもんね。ほら、三人が仲間なら問題ないでしょ。それはそうだけど、ティファと私とクラウド、誰が選ばれても安心。でもエアリス、あなたを巻き込むわけにはいかない。そういう遠慮はおそらく無駄だ。あ、クラウド、私のこと分かってきた。どうでしょう。ダメ？あれ？これは偶然ですな。一緒にいたいから。お道案内を頼む。喜んで。あれは？ウォールマーケット。6番街のスラムは特別な場所なの。クラウド、6番街のスラムのことを知ってる？話さなかったか。故郷を出てそのまま神羅に入った。そこで働く人も集まってきて、お金いっぱい動くようになって、そしたらそのお金狙って悪い人集まって。無法地帯か。そう、だからいかがわしい場所を広がらないように壁で囲んだの。それがウォールマーケットの始まり。壁の中だけならルール違反は目をつぶる。そうやって治安守ったって。あの壁がそうだな。うん、クラウド寄ってみたい？興味ないね。よかった、七番街への近道はこっちなの。私のおすすめはこっち。子供の頃からこっそり使ってるんだ。どんどん飛んで